下絞り製作所の社長下秀幸さんが操作しているのはコンピューター制御で板金へら絞りを行う半自動機。板金へら絞りとは平らな金属などをろくろにかけるように回転させながら力を加えて丸く成形する技術です。下絞り製作所がこの技術を用いてラジコンカーのマフラー作りを始めたのは約15年前。現在では売上の約半分を占めるほどの事業に成長しました。へら絞りの技術を持った職人は数も少なく、高度成長期には大型換気扇の部材など工業製品を中心に一般製品向けの上戸や夜間、多種多様な製品の注文が引きも切らない状態でした。しかしバブルの崩壊に伴いその数は激減します。そんな時期に趣味でやっていたラジコンカーのマフラーを見て、この形はと作り始めたのだそうです。マフラーには排気の調整と消音効果という2つの役割があります。特に排気の調整をすることによってエンジンの性能は最大限に引き出されます。マフラーがエンジンに与える影響は非常に大きく、実際の車に比べより重要視されているものなのです。そのマフラーの性能を調べるにはサーキット上のコースで実際に走らせてみなければわからないといいます。こっちの方がいい、これ0.4、こっちちょっと太すぎちゃって字がぼやけちゃった。社長の弟で専務の信幸さん、15年前に初めてマフラーを作っていこうと提案した張本人です。当時からマフラーの開発を一手に手掛けています。今でも試作品を作るときは半自動機ではなく手絞りで作っていくそうです。自動の機械じゃできないんですよね。人間の手じゃないと結局力がかなり強いんで、あと人間の感覚でこう絞るってことは機械じゃちょっとそのなんていうのかな、難しいっていう状態になっちゃうんですよ。マフラーは6つのパーツから構成されています。大きな3つはヘッド、インナーコーン、アウターコーンと呼ばれ、へら絞り技術によって作られます。まずはこれらの3つを溶接します。その後ストッパー、排気口、プレッシャーニップルをそれぞれ溶接します。マフラーの中を排気はこのように通過していきます。プレッシャーニップルは燃料タンクとつながり圧力をかけて安定化させます。ストッパーはマフラーを車体に固定させるためのものです。アウターコーンとインナーコーンで仕切られた場所を一次室、インナーコーンとヘッドの間にある空間を二次室と呼びます。それぞれのサイズやバランスを調整することで求められるマフラーの性能を実現していきます。マフラーの仕様書みたいな寸法とか決まってきてるんですか？いや、ほとんどないです。全部うちお任せで、車を送ってきてですね、この車に合うマフラーを、マニホールドも一緒なんですけどもね、合うマフラーを作ってくれっていう形なんですよ。で、車って言ってもいろいろ、もう買ってすぐにエンジンかけて走るっていうやつもあれば、本当に自分で
速さだけを追求してちょっと高いですけどね、大人の遊びっていう感じのもあります。その一番高いのが主なんですよ、うちは。本当にもう一周コンマ1秒速くなったら、マフラー変えて一周例えばコンマ2秒速くなったら、このマフラーすごいやって、たったのコンマ2秒ですけどね、はい、そういうような人間が使うマフラーが主なんですよ、うちは。トルクバンドって言うんですけどね、バンドを広く取って、なおかつスローの安定性も良くして、なおかつ音もそれほど大きくならないで、形も良くってなんかないものねだりされてるみたいなんですけど、うちの従業員のラジコンやってない人間にできたものを見せて、パッと見これかっこいいとか聞いてみるんですよ。そうするとね、意外と何もラジコンやってない人間が見てかっこいいかっこ悪いって、意外とそれって意外と、いいんですよね。へら絞りでは丸い板やパイプを金型に押し付けて成形するため、金型は欠かせないものです。しかし金型を作るのは量産化が決定した後、試作品段階においてはまず金型のない状態で信行さんの思い描くイメージに沿って絞っていきます。このイメージを追い求めている時、金型はかえって邪魔な存在になるのだといいます。金型と素材を密着させず、宙に浮かした状態で絞っているのが分かります。ないです、どこもついてないです。今取ってお見せしますけど、ね、今この状態で、型はこのテーパーなんですけども、テーパー比がもう全然違うんですよね。マフラーの生産はあらかじめ一定のロット数が見込まれるため、量産体制を念頭に置きつつ開発をしていくことが必要です。もうこの形を絞るとしたら、まあ、これ以上頭がちっちゃくなってくると、今度は量産体制になると時間がかかって大変なんです、うん、まあ、頭抜けない、それ抜けない、頭切れちゃわない。信行さんが手絞りで作った試作品をコンピューター半自動機で再現できるのかどうか、秀幸さんと相談します。いくら手絞りで良いマフラーを作っても量産化ができなければ意味がありません。どうすれば工程数を増やすことなく量産できるのか、二人で知恵を絞ります。試作したマフラーは全て実際のコースで走らせ、細かく性能をチェックします。エンジンのパワー、馬力は回転数にトルクをかけた数値で示されます。トルクは回転力ともいい、回転数に応じて出る力を意味します。求められるトルクの出方は走るコースによって変わってきます。小さくカーブの多いコースでは主に低速時のトルクが、長くストレートの多い大きなコースでは高速時のトルクが求められるのです。このテスト走行ではそのトルクの出方を中心にマフラー性能を判断していきます。運転しているのは社長秀幸さんの息子高明さん。ラジコンカーの最高峰8分の1スケールで全日本選手権を6度も優勝している日本のトップドライバーです。
臨時調整してから。死んだったらどうする。良くないよ全然。習慣が全然。どうすんの。これを目安とすんの。メインになってないよ。んじゃ調整全部変えないと、調整全部変えないとこれじゃ参考になんないよ。いやこういう回り方じゃないんだよな全然。ん？もっと全然レスポンスするし、習慣こんなトルク薄い感じもないし。あ、そう。大元の何かが狂ってるっていう感じなんだよね。そうですね、僕が走ってこれよりこうでしたとか、これは絶対に下の力がありますのでこういうコース向きですよとか、そのはっきりしたことが言えるんで、この例えばこのコースでタイムが何秒でしたよって言ってもそのメーカーさんには伝わらないんで、それが早いのか遅いのか、高速が良くてこのタイムが出たのか、そうそうなんですよ、はい、それがすごく分かりづらくなってしまうので、逆にこう僕のフィーリングを言った方がその取引先のメーカーさんにはっきり伝えられるっていうんですかね、はい。マフラーの性能を確かめるにはマフラー以外のエンジンや車体のセッティングが十分に行われていることが前提となります。コースを走らせるたびに微調整を繰り返していきます。マフラーのセットでもエンジンが回ってないやつでマフラー一生懸命作ってもしょうがないんでね、そのエンジンがなんていうのかな、そこまで達してるかどうかっていうのもまず話し合いしちゃってから。もうちょっと甘くして、下絞って上甘くして、上甘くして、上でいい。異なる種類のマフラーを同じ車体に次々に取り付けては走り優劣をつけていきます。じゃあこれこの前か、こんなとこだね。これがどんどん右の方に追いやられてっちゃうね。新しく取り付けるたびにそのマフラーに合ったギアや燃料の比率などあらゆるセッティングを想定し調整していきます。ただ速く走らせるのではなく、低速時、高速時の回転やトルクの出方などを探りながら、それぞれのマフラー特性を把握していきます。さっきのより、習慣がある感じ。習慣のトルクがある。あ、習慣がある。うん。あ、さっきのが下ある。一番下だけ。あ、習慣はこっちのがあるんだ。中間から上はこっちがある。あ、じゃあこっちの方がいいな、やっぱな。今日いいもんできましたよ。これやっぱし、それがバッチリ、ちょっと他のところとは違うパワーの出方だけど悪くない。
で今やっぱし今まであの先月売り始めたやつを比較してやったんですけど、それとはやっぱちょっと違うパワーの出方だけど、やっぱりあの先月売ったマフラーもやっぱしいい。でも今まで出したマフラーってみんなうちとしては悪いマフラーなんて思ってないから、それよりいいマフラーって大体があの取引先が言うじゃないですか。大変ですよ。マフラーは 10% から 20% だと思いますね、僕は。そう、それに対してエンジンも加わってセッティングも加わって細かいのがどんどん入っていくと、まああって 10% になっちゃうかもしれないんですよ。でもマフラーが全然ダメなのをお付けしたら、もうスピードがまず出ないんで、それでもうタイムが出ないんで、だからそのパーセンテージで表すと全部が100といえば100だし、その辺ちょっと難しいんですけど、まあいいマフラーじゃなくちゃやっぱレースは勝てないと思うので。青がいい。あのね、注文入ったよ。200本。分かった。はい、うん、あと他の会社も300だね。はい、分かった。明日電話するんだ。結構まとまったね。はい、結構良かった。どうだった今日？まあ、あの一番良かったこのタイプの、まあ、これそう、まああそこに出すタイプね。今日先とどれが良かったってやつ？全体的に下も上も。もう1回目だけど、問題なく、うん。小さなコースでも大きなコースでも、うん、どこでも OK。OK なの。かなり。うん、もうなんかほっとしちゃった。夜遅く帰ってきても話題はマフラーのことばかり。3人のラジコンカーに抱く並々ならぬ思いが伝わってきます。イタリアから来たマフラーがあったんですよ。でそれを見て、まあ、減らし彫りでやってる状態なのでね、で専務がそれ見て減らし彫りに適してるような形なの でうちでも作れるんじゃないかと思って、でまず専務が試しで1本作ったんですよね。それを自社販売でやってたんですけど、まあ自社販売でやると大して売れなかったんですけど、しばらく経ってから、10分の1っていう小さい、ちょっと小さいタイプレーシングカーが出たんで、それに見合ったマフラーを開発したところ、それが爆発的に売れちゃったんですね。うまくいって、で海外、その頃円が安かったんでね、海外とかそういうのを売って大体10万本ぐらいは出てたんですけど、そのタイプは。で私は初めゴルフやってたんですけど、一人でゴルフ行くのもちょっと息子がちっちゃいんでかわいそうだったんで、一緒に遊べるもんないかなと思ってね、でラジコンを一緒にやり始めたんですけどね。そんな親心から始まったマフラー作り、いよいよ本格的な量産体制に入ります。テストで実際に使用したマフラーから金型は作られています。試作品は信之さんによって一本一本が手絞りで作られていました。大量生産するとなるとそうはいきません。できるだけ工程数を少なくし、コンピューター半自動機を用いて短時間で多く作れるような工夫が必要になります。随分ね、これが見たのこっちの、これが、うん、そうよ。こっちの方がやっぱしほら膨らんでる、膨らんでる。こっちの方がなんかやっぱ細くなっちゃう。うん、細くない？細いでしょ。うん、どうかな。ここのこの太さがこっちの方が細くなっちゃう、ね、なぜだ、なぜ。え、うん、変わらないと思うんだけどね。こっちの方がある、この辺があの太ってるじゃない。ここがちょっと痩せてる。もう少し、ね、板厚を厚くするってこと？金型通りに絞っても微妙な力加減で板の厚さが変わり、全く同じように成形するのは至難の業です。
でもそれはやってみるけど。厚く絞るの？信之さんがこだわっているのはマフラーのヘッド部分の見た目の形状。機械の強い力で絞るため、自分が絞ったものより外見が細く見えるというのです。はい、こんな感じだね。さっきよりさっきよりはちょっと伸ばさないようにしようかな。それでももしダメなら材料もうちょっと天候ぐらいに厚くすればいいね。似てるマフラーじゃなくて、そのマフラーを作りたいんですよね。その、ま、最初の1本に似てるマフラーじゃなくて、最初の1本と同じマフラーを作りたいんで、いいよいいよってなっちゃうと、結局みんな似てるマフラーになっちゃうんですよ。それやってるとやっぱしなんかあんまり気に入らないんですよね。最後の最後はね、取引先がこういう風にしてくれって言ってるって、そうするともうしょうがないなって、一生懸命やるとできるんですよ。なんでやればできるんじゃないの。そう言っちゃったらまた怒る。厳しく言わないで。本当に取引先からこの形状がいいって言われます？あんまりないですね。手で絞って1個できた状態で量産するとなかなかそれにはできないんですけどね。でもなんとか考えて、うまくいかないところはなんか他の小さい子まで絞ってみたりね。で、工程数をちょっと一工程どうしても多く絞って、それから加工し始めてその形にするとかね。だから意外と自分で、例えば自分で一個作って自分でこれを大量生産しちゃおうとすると、多分こんなもんでいいかなって思っちゃうかもしれないんですよね。だから逆に私はこれをできない方が自分に都合よく言わないから、ダメだよって言っちゃうから、もうしょうがない、じゃあもうちょっとこれやってみて、ああこれならどうだった、これいいねっていう状態にできるじゃないですか。多分自分があれやって、自分もこれや全部できちゃったら、もっと雑な品物になっちゃうかもしれないですね。試行錯誤の末、ついに量産体制が整いました。信之さんは言います。喧嘩しながらでも作っていくと、自分が絞ったものより良い形の量産品になることがある。お互いが刺激し合って、初めて良いマフラーが作られていくんだ。高明さんはマフラーの溶接技術も習熟しています。何の動作もなさそうですが、マフラーを手掛け始めた当初、信之さんたちを悩ませたのは、へら絞りよりも実はこの溶接だったというほど高度な技術です。10分の1スケールのラジコンカーにつけるチューニングマフラーではトップシェアを誇る下絞り製作所ですが、知名度はそれほど高くないといいます。うちでマフラーを全国で結構何千本で出してるのも、ラジコンやってる方でもなかなか知らないみたいですね。あんまり公表しないのでね。今のところイタリアから来るマフラーより、台湾から来るマフラーより、まあ、うちで作ってるマフラーが一番パワーがある状態です。今年は全日本とあと世界戦がありますので、今はとにかく一番を目指したいっていう、その僕が一番になれば、またなんていうんですかね、信頼性も置けるようになってくれればいいなと思うんですね。マフラーに対して、そうですね、
どっかのメーカーが下絞りに頼んでくれた場合に、そのこういう人間がやってるんだよっていう信頼性を得れれば、僕がやってた意味っていうのがあると思うので、そういうためにもタイトルは取りたいですし、速いドライバーでありたいんですよね。全部提案すればできちゃう状態なので、そういうふうに全部作りたいっていう気持ちじゃなく、いい枕は作りたいなっていう、もっとこう特別なマフラーみたいのができれば一番嬉しいなと思ってるんですよね。真似ができなくよく回るという。世界チャンピオンを目指す高明さんをラジコンカーの世界へと導いた信行さん、今でも趣味はと聞かれるとラジコンカーと答えるそうです。私あの実車のフォーミュラやってたんですよ。実車のフォーミュラのメンテナンスを何台かやってて、それでそれからまあ私もラジコンの車っていうのが面白いなっつんで始めたんですけど、まあ一緒に一人で行くよりは一人でコースに行くと疲れるじゃないですか、行きも帰りも運転して。でじゃあ社長も一緒に行こうよ、私俺が行きに運転するから社長帰り運転してよと、それでもう無理やり引きずり込んだっていう。で社長もまあ高明と一緒に遊べるんだったらね、まあ面白いかなと思ってやってみたらハマっちゃったっていう状態なんですよ。趣味が仕事ですね、はい、仕事が趣味っていう人は仕事やっててそれが楽しいっていう人なんじゃないですか。僕は趣味をやっててそれが仕事になっちゃったっていう状態だから、はい、あのやっぱりやりたくないとかやんないんですよね。でも本当に好きだから別にやりたくない時ないですからね。趣味を仕事にしてしまった家族の果てなき挑戦はまだ始まったばかり。高明さんの出場する世界選手権は今年9月、アメリカはシンシナティで開催されます。3人の期待を乗せて車は走ります。